富士橋村の役場付近。岐阜県道254号富士橋池田線とは、岐阜県伊比郡伊比川町と岐阜県伊比郡池田町を結ぶ一般県道である。伊比川中、上流域の右岸に沿った道路である。左岸を進む国道303号の対岸を進む。岐阜県伊比郡伊比川町と横山の国道303号交点が起点。 国道303号をくぐり、左折して伊比川を渡り、右岸に出る。伊比川町の藤橋振興事務所付近を左折、伊比川右岸を下流方向へ進む。伊比川の蛇行によって、一旦右岸に渡った、国道303号に合流するが、すぐに分かれる。旧伊比郡久世村に入り、しばらく進むと突き当たりを右折し、トンネルを抜け、西坂川を渡ると、 岐阜県道40号三島元支線にぶつかり左折、重複して進む。伊比川町立久瀬中学校、小学校横を通る。この辺りの伊比川は、伊比郷と呼ばれ非常に風光明媚である。三倉地区で県道40号三島元支線と分かれ、引き続き、伊比川右岸を進む。西平ダムを過ぎ、合併前の旧伊比川町に入る。伊比川町上野の井の口橋の田元で右折。 伊比川から離れ南下する。岐阜県道32号春日伊比川線にぶつかり、左折、一旦重複するが、すぐに右折し、春スを渡り、池田町に入る。小牛地区で左折し、東に向かい池田町本郷の本郷北交差点が、終点。大ね伊比川沿いの県道である。途中春スを渡る。岐阜県道254号富士橋池田線、池田町にて、 ありがとうございます。